アーコスはフランスの家電メーカーである。1988年にヘンリ・クロース、社名は創業者クロースの姓のアナグラムであり、同時にギリシア語のアイムアスターを意味する。スローガンは当初のシンクスモラーからオンザゴーとなり、最近ではエンターテイメントユアウェイとなっている。アーコスは他にもポータブルオーディオプレイヤー、ポータブルメディアプレイヤー、PVP、ハードディスクレコーダー、携帯情報端末などを開発、製造している。2019年4月29日、ベトナムのビングループとの間で資本業務提携が締結され、ビングループはアーコスの株式 60% を取得した。2009年1月、アーコスは初のネットブックアーコス10をリリースした。インテルアトム N260 CPU、10.2 インチ、ベスベガ画面、1GB のラム、160GB のハードディスク、Windows XP と一般的な構成、Hasee MJ125 の OEM 販売だが、プリインストールしているソフトウェアに違いがある。アーコスのウェブサイトでは、ミニ PC と称している。2008年8月19日、アーコスは Wi-Fi と 3G 携帯インターネット機能を備えた第6世代ポータブルメディアプレイヤーを発表した。これをインターネットメディアタブラッツと称し、ウェブブラウザとウェブ TV とラジオ機能を備えた多機能携帯端末にしている。また、ハードディスクを内蔵していて、大記憶容量を備えている。アーコス5では 60GB、120GB、250GB のモデルがあり、アーコス7では 160GB と 320GB、アーコス 5G では 30GB である。アーコス 5G では 3.5G HSDPA無線接続が可能である。アーコス 605 WiFi2007 年6月14日、アーコスは新たな主力製品 605 WiFi の詳細を発表し、同時に105、405、705プレイヤーを発表した。605 WiFi と405は2007年9月1日に発売となった。605 WiFi には 30GB、80GB、160GB のモデルがあり、他に SDHC スロットを装備した 4GB モデルもある。405は SDHC スロットを装備した 2GB モデルだったが、後に 30GB モデルが追加された。105はビデオ再生機能もあるが、小型で安価な MP3 プレイヤーである。705は1世代前の704とほぼ同じ。このシリーズの主なアップグレードは、アーコスコンテントプロトルズ対応機能の追加である。アーコス TV、編集アーコス TV は、独立型のハードディスクレコーダー。リモコンにクワーティ配列のキーがあり、インターネット利用も可能。第5世代ポータブルメディアプレイヤーの一環として発表され、Apple TV に対抗する製品と紹介されている。Archos TV は2008年のコンシューマーエレクトロニクスショーでお披露目された後、1月に発売された。Archos 604、Archos PMA400 でオパンプマ 0.2 ジラフをブートしたところ、Archos グミニ XS202S、Archos ジュークボックスマルチメディア Archos レコーダー20、第4世代ポータブルメディアプレイヤー AV シリーズの後継。404、504、604、604Wi-Fi、704Wi-Fi など8機種が2006年から2007年に発売された。いずれもマイクロソフトプラスファージャー互換。別売品の DVR ステーションや DVR トラベルアダプターを接続するとテレビなどを録画できる。PMA4002005 年5月26日に発売された PDA。ハードディスク装備、音声、映像録載可能、Qtopia Embedded が動作。AV シリーズ第3世代のポータブルメディアプレイヤー。AV300 は2004年3月22日から発売。別売品のアベシム300を接続するとデジタルカメラになる。AV400 はコンパクトフラッシュカードスロットを標準装備。DRM-WMA サポート。WMV も再生可能。AV500 は PMA400 の直前に発売された。機能的には携帯可能でディスプレイを装備したハードディスクレコーダーである。グミニーシリーズグミニー400は2004年10月に登場。カラー液晶ディスプレイを備え、デジタル写真やオーディオやビデオを再生可能。後継のグミニー400にはプラファージャー互換。グミニー400にキャンコーダーには撮影機能、ビデオ録画機能がある。グミニー500は AV500 の直後に発売されたモデルでプラスファージャー対応。グミニー120及びグミニー SP は DRM 非対応だが、別売りの FM ラジオアタッチメントを装備すると、FM ラジオを聞いたり録音したりできる。グミニー XS100 は 1.5 インチディスプレイを装備しプラスファージャー対応。グミニー XS200 はモノクロ画面を持ち、キャップレス再生をサポート。グミニー XS204 はカラーディスプレイを装備し画像を見ることができる。ジュークボックスシリーズジュークボックス6000はArchos初のポータブルメディアプレイヤーの一つで 6GB のハードディスクを内蔵。MP3 しか再生できずミュージックマッチ、ジュークボックスを搭載していた。後継は、ジュークボックススタジオ。ジュークボックスレコーダーは録音機能がある。ジュークボックスマルチメディアはArchos初のポータブルメディアプレイヤー。ビデオ録画フォーマットは、DivX MPEG-4。初期のプレイヤーポータブルストレージデバイス、主力製品ではないが、Archosはこれまでいくつかのポータブルストレージデバイスを販売してきた。この系列の最後の製品は2005年発売のアークディスクである。第5世代ポータブルメディアプレイヤーと Archos TV に合わせて2007年にリリースされた。Archosコンテントポータルズはビデオのオンデマンドの購入やレンタルをそれら機器から直接行うための仕組みである。しかし iTunes のように PC 上のソフトウェアは用意されていない。名称が複数型になっているのは複数のディストリビュータが同じサービスを提供しているためで、例えば北米ではシンネマナオがある。Archosは世界中に ACP パートナーを配置している。ムービプラは2007年にフランスのシナバンクが開始したサービス。映像ソフトを格納した。ハードディスクドライブをレンタルし、Archos製の専用プレイヤーに接続して視聴する。フランスでは、それなりの成功を収めた。ディッシュネットワークは2005年からArchosの株式の 19% を保有しており、Archos製プレイヤーをポーコとディッシュのブランドで販売していた。現在は 605WiFi と 705WiFi 用に、ディッシュネットワーク向けへプラグインを無料提供している。アメリカン航空2007年5月、アメリカン航空は、Archos 604及び 704S を、ファーストクラスの座席に配置。オペラソフトウェアは、PMA400 から、Archos 機器向けにウェブブラウザを提供している。Wii などに対応しているオペラディバイセスの1バージョンで、ある。第5世代プレイヤーでは、Adobe フラッシュサポートが追加になった。SFR2007 年末、フランスの携帯電話会社 SFR はArchosと共同で新たに 3G 通信機能を利用した機器を開発することを発表した。それがArchos 5g であり、SFR からは割引価格で購入できる。ありがとうございます。